の味方のネタです。どうぞ。 90% の支持獲得、満ちて。はい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 、スーパーの陰でこそ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 、はいはいはい、やるよやるよ、はいやるよ、はい、商品を手に持った、それをバッグに入れました。はい、あなた完全にやってたよね。いや、そんなキョトンとされてもダメダメ、あなた完全にやってたよ、うん、あなた万引きをしてる人をただただ見てたよね。いや、そんなキョトンとされても困る、あなたに言ってるのよ、あなたがそれをしたのよ、万引き G メン。あなたたちってなんで万引きを一旦させるの？だって万引きを未然に防ぐってことができないの？あなたたちっていつもそう、一旦万引きをさせる、一旦泳がす、店の外に出て初めて捕まえる。だってさ、こんなの悪いやつなんだから、もう取ったら捕まえるでいいじゃない。こんなの4工程もいらないの、2工程でいいの。子供が悪いことをする、親が正直に言えば怒らないっていう、正直に言う、怒る。だこれももう悪いことしたなら怒るで2工程でいいのね。アンパンマンが世界にバイキンマンが暴れる、アンパンマンが来るけどなんだかんだ水がかかる、なんだかんだ新しい顔が来る、アンパンチ。こんなのアンパンチだけでいいの、一工程でいいの。だってバイキンマン最初から悪いやつなんだから、もう一工程でいいの。白ヤギさんがお手紙を書く、黒ヤギさんが読まずに食べる、黒ヤギさんが仕方ないのでお手紙を書く、白ヤギさんが読まずに食べる、これはもう全部いらないです。これは花から何も起こってないの。お邪魔女ドレミ、お邪魔女ドレミシャープ、もっとお邪魔女ドレミ、お邪魔女ドレミドッカーン、これは全部いるの。これは名作だから全部見た方がいい。そもそも万引き G メンってなんでそんなこそ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 陰湿なの。もっとさ、花からこの店には常時 4,5 人の万引き G メンがいますっていうポスター貼ってみなさい。それで抑制されるから。もうなんなら私は万引き G メンですっていうタスキをかけてみなさい。で、仙台駅 の中央改札 の警備隊みたいに一歩高い段で見守ってなさい。それで抑制されるから。じゃあ私の意見を参考にして、より清く正しい万引き G メンを演出するように頑張ってください。お疲れ様です。これを注意するの。ありがとうございました。ありがとうございました。